こんにちは、田辺美咲です。いつもご視聴いただきありがとうございます。今回のゆずチャンネルはユニクロとジルサンダーのコラボ商品をご紹介します。春先まで使えるアイテムなので、ぜひ参考にしていただけたら嬉しいです。今回ご紹介するアイテムはユニクロのスーティマコットンスタンドカラーシャツで、お値段は税別3990円です。私が購入したカラーはホワイトで、サイズは S サイズを購入しました。こちらの商品はユニクロとジルサンダーのコラボ商品になっています。シャツは全体的に長めのものになっているんですけど、前は短めで、後ろの方が丈は長めになっています。で、横もこんな感じでサイドにスリットが入っていて、スタイルがよく見えるように計算されたシルエットがポイントです。ボタンなんですけど、こうプチプラのボタンってすごいシンプルな白いボタンが多いんですけど、これはこんな感じで貝のボタンが使用されていて、結構細かい部分もこだわって作られています。でこういったシャツはこう前にボタンがついているものが多いんですけど、後ろ側にボタンがあって、ボタンが目立つことなく着れるのはすごい嬉しいです。白なので多少の透け感はあるんですけど、中にインナーのベージュを着てもらったら全然気にすることなく白でも着ていただけます。シンプルなボトムスにこれ1枚着ていただいていいですし、この上からジャケットなど羽織って出勤コーデにしたり、襟元はこう襟が立ってるものじゃないので、ニットの下にレイヤードとしてもすごく合わせやすいです。今の季節から春先までたくさん着回しができるアイテムです。それではコーデをご紹介します。2つ目のコーデです。2つ目のコーデはブラックのプリーツスカートに合わせ、ベージュのアウターを羽織り、大人なきれいめコーデにしました。シャツは前のボタンが後ろに隠れているので、シャツ単体で着てもスーツ感みたいなのはなく、着れるのはすごく嬉しいです。靴自体がとてもシンプルなので、高級感の出るブラックのレザースカートに合わせたのもポイントです。またベージュのロングコートは上品さをプラスしてくれる大人アイテムです。足元はタイツに黒ブーツを合わせました。黒のスカートに黒のタイツ、黒のブーツと合わせることでコーデも引き締まります。2つ目のコーデはザラのハイウエストテーパードパンツに赤色のニットのレイヤードとして合わせました。アイボリーとモカ色の組み合わせは柔らかい雰囲気が出るコーデになります。そこにレイヤードをプラスすると今っぽさの出るコーデが完成します。このシャツは丈感が長めで、前は短く後ろは長いデザインになっていて、サイドはスリットも入っているのでレイヤードとしてとても使いやすく、襟がないので首元はすっきり見えるのも嬉しいポイントです。3つ目のコーデです。3つ目のコーデはカーディガンのインナーとして合わせました。今季 V ネックのセーターやカーディガンの下に白 T など見せて着るスタイルをよく見ると思います。襟があるシャツを合わせると少しカッチリした印象になって、今っぽくないスタイルになってしまいますが、こういった襟のないシャツだとラフ感の出るコーデになって本気っぽいスタイルが完成します。合わせるカーディガンはぴったりとしているカーディガンではなく、少しゆったりしているニットに合わせるのがポイントです。シャツが隠れるくらいの丈のカーディガンでも可愛いですし、今回着ているショートめのカーディガンを合わせても可愛いです。最後のコーデです。最後のコーデはユニクロのパーカーに合わせてカジュアルめなコーデにしてみました。綺麗めなコーデのインナーとしても大活躍するこのシャツですが、カジュアルコーデのトップスのインナーとしても着回すことができて本当に優秀なアイテムです。パンツは前回ご紹介しましたユニクロのヒートテックジーンズに、パーカーはユニクロのもので、全身ユニクロのプチプラコーデです。今回ニットやパーカーと合わせましたが、今季流行りのニットベストと合わせるのも可愛くておすすめです。動画はいかがでしたか？今回ご紹介したコラボ商品の他にもたくさん可愛い商品があったので、ぜひ参考にしてみてください。よかったらいいねボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。
次回もお楽しみに。